スーパー耐久シリーズ2021パワードバイハンコック第1戦お出口ホームストラップスタート1分前となりました。そして各マシンエンジンに火が入っております。いよいよ持って1分前となりました。そしてピットスタートを予約されたGアリアリスも今エンジンかかり昭和看板車の5番ピットボックスから姿を見せています。昨日デイドライバーの予選の際松山選手がコメントラックスタートということになります。オレンジ色のポルシェセンターを飾るマシン PC-1